最初いいとこ行きましたね、結構バンカーでした。おいさま、これ森さんやったかもよ、これおい最初最初今回プレイするのは香川県万能町にある万能ヒルズカントリークラブ。香川県屈指の名門コースですよ。高低差が少なく地形をそのまま生かした高度な戦術性が求められるコースです。ここで10月18日金曜日から20日日曜日の3日間日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントが開催されるんです。今年の全英女子オープンを制した渋野日向子選手も去年出場していたんですよ。まさに未来に羽ばたく若手女子プロゴルファーが多数出場する大会なんです。言えた。19日土曜日と20日日曜日はプロの技を間近で観戦することができるんです。ちなみに去年ここ大会でホールインワン出たみたいです。ここから？うん。あ、この距離だったら確かに。え、この距離いけそうじゃないですか？あ、そっかそっか。めっちゃ避けて言うてんの。行きます。これもちょっと弱いね。全部弱いね今日俺。バンカーだね。ないっすよ。ナイスショットですよ。いいとこ行きましたね、結構。いや、バンカーです。でも近いからいい。近いから何よ、近いから。グリーンに近いから。オーケー。でかい。いやいや。ぴったりじゃない。距離は？おー、ナイス。バーディーチャンス。うわ、いい球。あ、これ森さんやったかもよ、これ距離だけ、距離だけ。おーおーナイスショー。ナイスリアピン。すごい。ナイスリアピンです。これは近い。ナイスリアピン。残念、行こう、前行こう。ボールやっぱね、どうしてもこう体が先行っちゃうか。まだ行ってますね。でもね、これ難しいね、これな。これもちょっと弱いね、全部弱いね、今日俺。バンカーだね。マイ。うわ。ドン。ドン。ナイスです。おお。すごい。バンカーってこういうこと。強いな。であと、アマチュアの皆さんに言っときますけども、自分が入る前よりも綺麗にバンカーをして帰れます。あ、お掃除するんですね。そうなるほど。そういうところも徹底して。3あるよ、3あるよ。
ヘチジッターを。あ、はい、どうしたでしょう。おー、よいしょー。マジですごい。完璧やん。日体交流うどん県レディースゴルフトーナメントは10月18日金曜日から20日までの3日間です。今回初めて YouTube のゲストにココリコ遠藤さんに来ていただきました。ゴルフ対決、この後もたくさんアップしていきますよ。皆さんお見逃しなく。